はい、ということで本日はオーラニスモの試乗をお届けしたいと思います。すいません、画角がとんでもないことになってると思うんですけれども、人生で初めて GoPro を忘れました。ということで携帯電話で撮影してるので、ちょっと画角に制限があり、ちょっとこんな下から二重顎を強調するような画角になってしまったんですけれども、こちらでお届けしたいと思います。余計な話を最初にしてしまったんですけれども、なんか今のところ時速50キロぐらいで、ちょっと勾配のあるワインディング路面を模した道路を走ったんですけど、すごい今滑らかでしたね。でコーナリングもすごい余計な G とかが体に入ってこない感じがするし、すごい気持ちよく走れていました。で今ちょっと直線で加速しているんですけど、加速感もすごくいいし、で加速してるんですけれども、かなりね音が静かです。思った以上に静かで、なんか静粛性とかもかなりいいものになってるなという印象があります。このコーナリングの性能が従来よりも向上したという話だったんですけれども、確かにこれコーナリングすごい気持ちよく曲がっていくし、滑らかでいいなと思いました。結構安心して乗っていられますね。いやいいですね。続いて直線をね走っていきたいと思います。加速しますね。こちら100キロ制限になります。スラロームがあります。こちらを走っていきたいと思います。なんかこのハンドルの応答性もいいですね。このね発進時、ストップ&ゴーの時の発進時がすごい後ろからグイッと加速していくような、押し出してもらうみたいな、そういった表現が正しいかもしれないです。すごいね力強さを感じることができます。でやっぱりこのオーラニスモっていうのは先代モデルもそうですけど、やる気を引き立ててくれるような内装デザインっていうのがすごくいいなと思います。結構外装パーツとか内装パーツにアクセントカラーとしてレッドが施されているんですけれども、そこがね結構チラチラと入ってくるのが気分を高めてくれますよね。やっぱりスポーツカーといったらこういったなんか赤がやっぱり似合いますよね。でステアリングの一番上てっぺんの部分、12時の部分に赤いねアクセントカラーが入ってるんですけれども、これがここを意識して運転することはないんですけれども、なんかねチラチラ視界に入ってきて、まあ、あくまで目安としてなんとなく存在してくれてるのが、スポーツ走行する上でちょっと心地いいだろうなっていうのをね今感じています。でメーターなんですけれども、今エネルギーモニターという画面を表示していて、今バッテリーがどのくらい残量があるのかとか、回生ブレーキで充電できているとか、エンジンからエネルギーをもらってるとか、そういったものがイラストを模して表現してくれているので、これがねまた今どういう状況で車を走らせているのかっていうのが一目瞭然でわかるので、このイラストすごくわかりやすくていいなって思っています。はい、ということでこちらは、オーラニスモのレカラシート装着の車両に乗っていました。いやレカラシートなんですけれども、こちらパワーシートが採用されているので、このシート調整がすごくしやすくなったなという印象があります。続いてはオーラニスモ、こちらは BOSE のオプションが選択された車両になります。で、シートがね先ほどレカロシートで、こちらは BOSE の車両なんですけれども、 BOSE の仕様の方が座面の柔らかさとか背中のホールド感っていうのは割とソフトで
ちょっとリビングライクというデカロが結構スポーティーに寄っているので、まあ、よりそう感じやすいのかなとも思うんですけど、私個人的にはこの BOSE の方が長い時間乗るって考えると好みかなと今のところ思っています。で、座面の話で言うと、まあ、デカロシートの方がよりホールド力がしっかりとしていた、サポートサイドのサポートとかもよりしっかりしていたように感じるので、それを考えるとデカロの方がもう少しカーブの際の体のホールド力っていうのはボーズよりか良かったかなと思います。ただ普通に直線とか街乗りとか走ってる場合、あと高速道路なんかを走っている場合であれば、助手席に座ってる人とかはレカロシートよりこっちのボーズの方が疲れにくかったり座り心地がいいなと感じるかもしれないです。続いてはね、直線走っていきたいと思います。今現在はエコモードなんですけど、このエコモードは普通の標準車のスポーツモードに相当するそうです。なのでエコモードを選択していてももうすでに標準車のスポーツモードということで、かなりベース自体がかなりスポーティー、やる気のある感じに仕上がってると思います。エコでも十分な加速だし、立ち上がりも早いように感じたんですけど、他のモードに変えた時どうなるんでしょうね。はい、続いてノーマルですね。あ、ノーマル、先ほどのエコモードに比べるとノーマルの方がより加速感がありますね。あ、すごいアクセルレスポンスが上がったように感じます。続いてニスモモードに変えてみたいと思います。これはもうやる気ですねもう低速時からちょっとアクセルを踏んだだけでかなり加速感を味わうことができるし、おー、なんかね、後ろからグイッとね押し出される感じがさらに強まってますね。結構背中らへんからグイッとね、なんか前に押し出される感じがあります。おー直線今100キロ出してるんですけど、100キロに到達するまでの加速も気持ちがいいですね。ニスモモードは結構やる気すぎて一般道ではもう力をね持て余しちゃうような感じがしますね。かなりスポーティーな走りをしたいとかサーキット走行をしたいっていう時はニスモモードいいかもしれないですけど、もうノーマルモードで十分スポーティーだから正直ノーマルでもいいかなと思ってしまいました。おお、今ストップアンドゴーで走り出しがね、先ほどの感覚で踏んだら結構グワンと G がかかりましたね。それぐらい走った時の印象が変わってきますね。エコ、ノーマル、ニスモと走ってみて、あ、私ノーマルモードが一番扱いやすいかもしれないです。そして、まあ、今回から 4WD が採用されたっていうことなんですけど、雪道でのね性能も期待したいですよね。やっぱりニスモ、オーラニスモ乗りたいけど 4WD がないのかっていう声も結構お客様の方からいただいてたそうです。なので今回 4WD が登場したことによって、寒冷地にお住まいで毎年冬は積雪があるという地域にお住まいの方でもオーラニスも選択に入っていくんじゃないかなと思います。これ雪道で走る機会があったらぜひ乗ってみたいですね。ということで、こちらの動画ではオーラニスもレカロシート装着車とBOSEのオプション装着車2台を試乗させていただきました。それぞれね、どちらも違った良さがあって、でシート形状も違うので、まあ、どっちがいいかというのを、まあ、乗り比べることができて良かったかなと思います。まあ、私個人としては1人だけで乗るのであればレカロシート、誰かを一緒に乗せて旅とかもするという観点であれば BOSE かなという印象でした。
やっぱり同乗者がいるとより座り心地がいい方をね、柔らかい座り心地が良い方をね選んだ方が無難なのかなって、で音楽も一緒に聴いたりしたら楽しいのかななんて思いました。ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。